三重県。何か探している人がいるけど、何を探しているんだろう。あ、みじゅまるだ。みじゅまる。みじゅまる、今日はどうしたの。今日は大事なお仕事があるんだよ。え、大事なお仕事ってなんだろう。それは、三重応援ポケモンとして三重県の魅力をみんなに伝えること。それは大事なお仕事だね。でも、なんでみじゅまるなの。三重という字は読み方を変えるとみじゅうとも読めるんだよ。なるほど。さらに三重県ではこんな貝も海でたくさん取れるんだよ。みじゅまるのホタツとも似てない。確かにちょっと似ているよね、みじゅまる。だからみじゅまるには三重を応援するお手伝いをしてほしいんだ。お、みじゅまるやる気いっぱいだね。今三重県ではみじゅまるがデザインされたバスや電車が走っていたり、みじゅまるが描かれたポケモンのマンホール蓋ポケ蓋が設置されていたり、さらにみじゅまるとコラボしたご当地商品が三重県内でたくさん発売されていたりするんだって。みじゅまる、今日はよろしくね。頑張ってね。ということで、今回は体験探検ピカチューブ三重県みじゅまる部編。豊かな自然に美味しいもの、そしてとっても素敵な三重県の名産など、魅力いっぱいの三重県をみじゅまると探検しちゃいます。それではまずみじゅまる、ここは横山展望台って言うんだ。へえ。ちょっと不思議な景色でしょ。絶景だね。ここ阿護湾はリアス式海岸といって、陸地と海が複雑に入り組んでいるんだ。この海は波が穏やかで、昔から大人気のあるものを育てるのにとっても向いてるんだ。あるものってなんだろうね、みじゅまる。それはアクセサリーにもなってるものなんだよ。アクセサリー。ちょっとみじゅまるに似ているところもあるかな。なんだろうね、気になるね。それじゃあ行くぞ。みじゅー。さてさて、アクセサリーになるものって一体なんだろう。そうしてみじゅまるたちが向かったのは、何かがたくさん飾られているけど、うわー、素敵なアクセサリー。みじゅまる、ここには貴重なアクセサリーがたくさん飾られてるんだ。素敵でしょ。うわー、すごいね。これは真珠って言って、大昔から愛されているんだ。この白い玉が真珠なんだ。でも昔、真珠はすごく貴重なもので、王様やお姫様のような人しかつけることができなかったんだ。偉い人しかつけられないくらい真珠は貴重なものだったってことだね。でも130年前にここ三重で養殖真珠が作り始められたんだ。作り始めたって、真珠って作れるの？それじゃあ真珠がどのように作られているか見に行ってみようか。面白そうだね、みじゅまる。行くぞ。みじゅー。真珠ってどうやって作るんだろう。あれ、みじゅまるが何か探している。そういえば平石さん、どこに行っちゃったんだろう。みじゅまる。え、なになに。みじゅまる。あ、船に乗ってる。平石さん。おーい。
虹丸、ここが真珠を作ってるところなんだ。目の前には海しかないけど、どういうことだろうね、みじゅまる。その秘密はこれ。これは貝殻？ホタチに似てるでしょ。似てるね。実はこれが真珠を作ってるんだ。本当かな。ねえみじゅまる。あれ、みじゅまる信じてないでしょ。だってだって。それじゃあお願いします。はい。こんにちは。それじゃあ行くよ、みじゅまる。なんだろう。ほら見てごらん、みじゅまる。わあ、真珠だ。貝の中から真珠が出てきた。みじゅまる、どう？真珠はこうやって貝の中から取れるんだ。へえ、そうなんだ。この貝に真珠の素を入れて海の中でゆっくり育てることで真珠を作ることができるんだ。なるほど。これは世界で初めて三重県で成功した技術なんだよ。だから今でも三重県の真珠は世界的にも有名なんだよ。世界で初めてってすごいことだね、みじゅまる。それじゃあどんな風にアクセサリーになるのか見てみようか。はい、お願いします。アクセサリー作りを見学してみよう。みじゅまる、それじゃあネックレスを作るところを見てみようか。みじゅまる、楽しみだね。まず真珠に穴を開けるんだ。ネックレスの紐を通す穴を作るんだね。その後たくさんの真珠を並べてるみたいだけど、なんで真珠を並べているんだろう。すいません、何をしているんですか。ここでは真珠に傷がついていないか調べたり、色や大きさを揃えたりしているんだ。例えばネックレスを作るとき、大きさが揃っていないと綺麗な形にならないんだ。ちょっと並べてみると、ほら、わかるかな。ほんとだ、全然違う。真珠は全部丸く作られるわけじゃないんだね。最後に糸を通してネックレスの出来上がり。みじゅまるに似合うかな。みじゅまる、とっても似合ってるよ。かわいいね、みじゅまる。こうして真珠が作れるようになったことで、真珠のアクセサリーは今では多くの人に楽しまれているんだよ。そうなんだ。それじゃあ次は昔から愛されている着物に欠かせないものを見に行こうか。着物に欠かせないもの？今は着物だけじゃなく、いろいろおしゃれにも使えるらしいよ。どんなものか気になるね、みじゅまる。それじゃあ行くぞ。みじゅ！着物に欠かせないものとは？そしてやってきたのは三重県伊賀市。みじゅまる、こっちこっち。何かを作っているみたいだけど、何を作ってるのかな。わ、綺麗な紐だ。みじゅまる、これは組紐って言って、着物を着るときに使われるものなんだ。綺麗でしょ。とっても綺麗。この紐、着物を着たときに帯が崩れないように留めるものなんだって。最近はブレスレットや靴紐にもなってるんだよ。とってもおしゃれで可愛いね。みじゅまる、組紐は何十本という糸をあやとりみたいに順番に組んでいくことで、いろいろな模様を作ることができるんだよ。へー。基本は30から40の柄があって、それを組み合わせて何百もの柄が生み出されるんだ。これ一本一本を手作業で作っているんだ。
すごいね、みじゅまる。みじゅまる、この組紐の難しいところはわかるかな？みんな難しそうだけど、たくさんの糸を組み合わせるところかな。実は組紐をまっすぐ作ることなんだ。どういうことですか？手で折っているとき、力加減が狂うと紐が曲がってしまったり歪んでしまったりするから、一定の力で折らないといけないんだ。へえ。今は機械で折る組紐もあるんだけど、人の手の方がいろいろな柄を折れるんだよ。そうなんだ。今実はみじゅまるをイメージした靴紐になる組紐もお願いしているんだ。みじゅまるも楽しみにしていてね。それは楽しみだね、みじゅまる。それじゃあ次はみじゅまるとコラボしたお風呂で愛されているあれを見に行こう。お風呂で愛されているあれって？行くぞ、みじゅってことはみじゅまるはお風呂に行くのかな。あれ、ここはお風呂じゃなさそうだね。お、みじゅまるが来た。ようこそみじゅまる。こんにちは。でもお風呂とはどんな関係があるのかな。僕たちが作ってるのがこれだよ。あは、タオル。ふわふわで気持ちよさそう。このタオル、100年以上前に作られて、今でもお風呂のタオルとしてずっと愛されてるんだ。なるほど、お風呂で愛されるタオルなんだね。ここ、おぼろタオルが生まれたのは1908年。以来、それまでになかった新しいタオルを次々に作り出し、100年以上経った今でも愛されているんだって。そして今回みじゅまるとコラボして作ったのがこのタオルだよ。みじゅまるのデザインだ、かわいい。かわいいでしょう。それじゃあ作ってるところを見に行こうか。お願いします。みじゅまるはタオルが何から作られてるか知ってるかな。なんだろう。タオルはこんな糸から織られているんだ。ここではタオルを織る前に約200本の糸をまとめているんだ。へえ、200本の糸？なんだか不思議な感じ。こうしてたくさんの糸をまとめて1本の大きな糸も塊にしてから、機械で縦の糸、横の糸を組み合わせてタオルを織っていくんだよ。タオルってこうやってできているんだ、知らなかったな。そしてここのタオルの人気の秘密がこの糸。ん？通常タオルを作るための糸の約半分ぐらいの太さの糸を使っているため、薄手で軽くて肌触りが良く乾きやすいタオルになっているから、お風呂にぴったりなんだって言われているんだ。気持ちよくて使いやすいって人気なのもわかるね、みじゅまる。みじゅまる、そしてこうして出来上がったタオルに、何こういう型で柄をつけていくんだ。おほー、みじゅまる。この型を使うと、あっという間にタオルがみじゅまるの柄になった。すごい。こうしてできたのがこのタオルなんだ。かわいいね。でもこれ実はただの柄じゃないんだ。ちょっと見ていてね。何が起きるんだろう。あー、みじゅまるがさっきよりよく見える。どういうことなの。みじゅまるがはっきり浮かび上がってきたでしょ。これはおぼろ染めという染め方をしていて、お風呂で使うときにちょっと楽しんでもらえるようになっているんだ。確かにお風呂が楽しくなるかも。すごいでしょ、みじゅまる。
面白いね、このタオル。でも僕、いろいろ回ってちょっと疲れちゃったみたい。休憩しにお茶でも飲みに行かない？賛成です。それじゃあ行くぞ。それじゃお茶を飲みに行こう。やってきたのは三重県鈴鹿市。わあ、緑が綺麗で気持ちいいね。ってお茶を飲みに行くんじゃなかったの？いやお茶の葉っぱが綺麗だね。え、お茶の葉っぱ？ああ、ごめん。この一面の緑、これ実は全部お茶の木の葉っぱなんだよ。これ全部お茶なの？ようこそ、みじまる。こんにちは。お茶の木を見るのは初めてかな？見たことないよね、みじまる。この木の芽の部分がお茶になるんだよ。これを摘んだら蒸して揉むんだ。そして乾燥させるとみんなの知ってるお茶の形になるんだよ。収穫した葉っぱを専用の機械でじっくり蒸して揉んで乾燥させたら、みんなが知っているお茶の出来上がり。平石さん、どうですか？うん、おいしい。おいしそうだね、みじまる。三重県はお茶の生産量第3位のお茶の産地なんだ。三重県のお茶は伊勢茶といって、とっても美味しいんだよ。そうなんだ、すごいね、みじまる。あれ、みじまるが何かを発見したみたい。あそこに黒い布がかかっているところがあるよ。あれじゃ太陽の光が当たらなくなっちゃうんじゃない？心配だね、みじゅまる。大丈夫かな？みじゅまる、黒い布がかかっているところが心配なのかな？はい、お茶の葉は大丈夫ですか？大丈夫だよ。これはかぶせ茶といって、お茶の作り方の一つなんだ。かぶせ茶？こうやって芽が出る前に太陽の光を直接当てないように一手間加えることで、お茶の美味しい成分が増えていい香りのお茶ができるんだ。お味はどうかな？本当だ、普通のお茶よりちょっと甘い気がする。びっくりだね。そして色も普通のお茶とちょっと違うんだ。こっちがかぶせ茶で、こっちが煎茶だよ。本当だ、かぶせ茶の方がより緑色に近いね。三重県のお茶は1000年以上の歴史があると言われているんだ。1000年？このかぶせ茶の他にもいろいろな美味しいお茶があるんだ。育て方や葉を摘んだ後の作り方の違いでお茶は味が変わるから、みんなにもぜひいろいろなお茶を飲んでみてほしいな。三重県にはお茶だけじゃなくて、他にも美味しいものがたくさんあるから、これからも一緒にいろいろ探してみようね。もちろんです。みじまる、今日は三重県を見て回ってどうだった？すごく楽しかったね。みじまるも楽しんでくれたみたいだね。はい、今日は一緒に三重県を旅してくれてありがとう。三重県のいろいろなものを知れてよかったね。三重県は南北に長い県だから、その地域によってそれぞれの特徴を楽しめるんだよ。今日一緒に見た阿吾湾の綺麗な海や鈴鹿の茶畑のように、自然もとっても豊かで、三重県に来ると海のおいしいもの、山のおいしいもの、どっちも味わうことができるよ。組紐や真珠のアクセサリー作りも体験できるし、みんなもぜひ三重県に遊びに来てね。みじまると一緒に三重でお待ちしています。お待ちしています。みじまる、これからも三重県を盛り上げるために力を貸してね。みじまる、頑張ってね。それじゃあバイバイ。三重県の皆様、ありがとうございます。